山口県立宇部中央高等学校は、山口県宇部市東梶が江市四丁目に所在する公立の高等学校。通称は、中央、中央高校、宇部中央。例年、入学者の女子の比率が高い。古川薫と担任の中野誠が共同して、学校発行の期間同任し、利点表層看号を1950年に発行する。 古川織は安倍晋三元首相の父で元外相の安倍晋太郎とも親交が深かった。2005年12月当時の首相の小泉純一郎が古川織を首相官邸に招き昼食を共にした。弓道の強豪校として知られ、1989年に女子弓道部がインターハイで初優勝して以来、1998年から2000年にかけての インターハイ3連覇など数々の領席を残している。また、男子球道部も2005年にインターハイで4位、入賞している。校訓は、明日へである。全日制定時制毎日新聞2019年7月21日西部、長官日曜、カルチャー記事読売新聞2018年5月6日、西部長官2005年12月10日、毎日新聞縮冊版。 2005年12月10日、日本経済新聞縮刷版。2005年12月10日、朝日新聞縮刷版。ありがとうございます。